はい、皆さんこんにちは。本日もチャンピオンジョッキースペシャルストーリーモードを進めていきたいと思います。今回は59回目の放送です。よろしくお願いします。前回中途半端なところで終わってしまったんですけど、今回は日曜日の6レース将来ステークスにビッグゴールドに乗りたいと思います。アレババとド根性がある馬、相手はシルクフェイマスはちょっと強えな、まあ、ビッグゴールドもね、重賞勝ったり G1 2着シェルマなんで頑張っていきたいと思います。うわー、シルクフェイマスのスタートが早い。ちょっと飛ばしていく？ちょっと飛ばしていきますか。アレババ出たんでね、まあまり二の足系のアビリティ持ってない馬なんで、そんなに飛ばす必要ないんですけど、ちょっとねシルクちゃんが嫌なんで、はい、飛ばしていきます。なんかこのマイネルの足毛さんが邪魔してくるね。先ほどね、言ったんですけど、ビッグゴールドは多分中山金牌買っている馬かな。で、天皇賞春で2着している馬です。まあ、この馬ね、村元ジョッキーがね乗ってたっていうね、なかなか渋い馬なんですよね。さあさあ、おお、シルクフェイマスが結構ちょっと挟まりそうな場所にいるんでいいですね。ここからじゃあ一気に飛ばしていきますかね。シルクフェイマスが内から来るか、来ないでね、来ないで。パックリ開いた、やばいやばいやばい、来るね。ちょっとでも結構ポテンシャル溜まってるから、スピードの差で抑え込めれば。来た来た。お、でもいいよいいよ、よし、ど根性あったはず。ど根性ど根性ど根性ガエル発生。あとはポテンシャルの量で差し替えます、差し替えせませんか。どうですか、差し替えせませんか。無理ですね。うわ、惜しい。いや惜しかったな、残念。日曜日のメインレースはシルクロードステークス G3、 おテーマのリワードアンセルに乗っていきます。結構ねアビリティは充実してる馬なんですけど、5番人気、まずはサニングデールが出てきたか、ちょっと強いね。2番人気はテレグノシスか、あんまり 1200m のねイメージはないんですけど、ではでは頑張っていきます。前回ね、ヨド短距離ステークスでデュランダルに勝った馬なんですけど、ここもメンバー強いんで、レボリューション案件かな、アレババが出た。いいよいいよ。これで一歩ね、レボリューション出せるチャンスが増えました。瞬間の反応まで出したいんですけどね、微妙なんですよね、スタミナが。微妙やな。うわ、サニングデール早っ。嘘、やめて。でも瞬間の反応出るから、レボリューションだ。どうですか、勝てますかね。先頭に立ちましたね。よしよしよし、いい子だいい子だ。まあデュランダルにね勝ってるんで、サニングデールでは負けないですよね。はい、勝つことができました。次はオーシャンステークスにしようかな。僕たちが競馬学校を卒業してもう3年か、月日が経つのは早いね。何年寄りくせえこと言ってんだよ。でもまあおいらも毎日充実しすぎて3年なんて あっという間だったけどな。それだけ僕たち騎手として成長してるってことだよ。急に何言い出してんのこいつら。そうですね、まあ一番伸びてるのはおいらだろうけどな。やべえなこいつ。そうとは限らないだろう。みんなそれぞれ各々にあった方法で努力してきたんだから。む、じゃあ誰が一番成長してるか勝負しようぜ。やべえなこいつ。勝負ですか。おう、期限は半年、今日から8月1週までの間にどれだけ賞金を稼げるかで勝負だ。へえ、面白そうだね。その勝負乗ったよ。もちろんルルブローと強子もやるよな。バシバシ稼いでおいらが一番だってこと証明してやるから覚悟しとけよ。それでは2月1週目の騎乗を見ていきましょう。ロブロイを頼む、乗せてくれ。やった、依頼来たわ。日曜日のねメインレースにねノボジャック登録してるんですけど、ここはもうロブロイでしょう。東京の7レースは初音ステークスジェミードレスに乗っていきたいと思います。日曜日、京都のメインレースは如月賞、おテーマのテイエムリキサーに乗っていきます。6レース山城ステークスにはアグネスソニックに乗っていきます。1レース3歳未勝利戦にはハードクリスタルに乗っていきます。ということで今週の騎乗馬は5クラです。土曜日5レースはユリカモメ賞、全能ロブロイに乗っていきます。一番人気だ。よし、これといった相手もいないし、これを買っておテーマにしましょう。これは勝たんとあかんな。
おそらくこれ勝てばお手馬になるはず。三上調教師とはそこまで有効度が低くないので、まあ、低いんですけどめちゃめちゃ悪くはないんで、ここはもう無駄にね外回しで不利受けない競馬していきましょう。能力もそこまで悪くないんでね。いやーロブロイか、まあ、あまりなんか前のロブロイでね凱旋門賞を挑戦するビジョンはなかったんですけど、まあそんなこと言ってられないですね。もうね4年目のシーズンに入ってますからね。あとはロブロイのね成長曲線がまあどれぐらいなもんかっていうのが気になりますね。おそらくねピークはね来年の秋頃だと思うんですけど、できればね今年挑戦したいんですよね。さあじゃあ上がっていきましょう。もう手応えが全然違う。いやーほんまいい馬やな、強いわ。さすがにね競争能力72なので重賞とか出るとねちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、こういった条件戦であれば全然余裕ですね。さあもう先頭立ちましたよ。四角先頭が出た。このままちょっと大飛びなんかな、追いづらいな。そうそうこのゲームね大飛びとかねピッチ走法ね乗りづらいんですよね。普通が一番、何事も普通が一番。よしよし勝った勝った。おお強っ、強いねロブロイさん。あとはお手馬にしてください、お願いします。お願い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 。もちろんだ。いやーこれで時代が変わったよ。とりあえずは力試し弥生賞に出ようぜ。土曜日のメインレースは初音ステークスジェミードレスに乗っていきます。一番人気か、直域と一周のキレがある馬、メンバーよくわからないんでやっていきます。まあ、この馬ね、乗った理由っていうのは管理されてる調教師が確か西川さんだったかな、あまり有効度ね高くなかったんで、はい乗りました。まあ、アビリティも良かったんでね、競争能力63で一番人気になるとはちょっと思ってなかったんですけど、まあ、ここはね危なげなく勝ちたいですね。さてさて、ちょっと不利を受けそうな位置取りなんですけど、どうかな、どっかいてくれへんかな。ほなしげさんの方が手応えいいけど、あー挟まっちゃった。よし外出して、これ差し馬ですけどレボリューション出しますか。多分ねレボリューション出るんで、あまり差し馬でレボリューション好きじゃないんですけど、レボリューションが出た。そうそうあんまりね差し馬のレボリューションは好きじゃないんですよね。まあ、たまにはねこういうのも見せておかないとと思いまして出しました。まあ、結構強かったですね。一番人気で1着でした。まあいいかなこれは。日曜日に変わりまして1レースは3歳未勝利戦ハードクリスタルに乗っていきます。4番人気でアビリティは一瞬の切れ、四角戦とど根性。ビッグウルフいるの聞いてね。はいでは頑張っていきます。まあ、ハードクリスタルね競争能力59とあまり高くないんですが、実はね超晩成型で重賞を勝っている馬です。確か東海ステークス勝っている馬かな。ただなんかこの馬ね多分残念な事故でね亡くなってると思うんですよね。まあ、結構ハードクリスタルの名前を知っている方もいらっしゃると思いまして騎乗しました。ただビッグウルフがあるとは思いませんでした。マジかビッグウルフは強いな。この位置だとね多分直一気も出ないんで一瞬の切れだけか、まわよくば四角先頭出ればいいかな。この逃げてるね金子さんの馬ははつらつという馬ですね。2番手まだビッグウルフ来てない、来てるね、強っ。それはちょっと強いな。これ一瞬のキレ出ても勝てないじゃないですか。あ3番手やし誰よ、一瞬のキレ
誰あの2番手の馬は。4番人気で2着でした。あ、ハツラツが粘ってたんか。6レースは山城ステークスアグネスソニックに乗っていきます。3番人気か。馬群割と四角戦闘がある馬。1番人気はね TM サザン王って追い込み馬、なんか昔乗った記憶があるな。アグネスソニックってね G1 とか重賞でもね活躍してたんですけど、意外にこのゲームね評価が低くて競争能力低いんですよね。アグネスソニックでね名前結構知ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、この馬はね森厩舎の管理馬ですね。あとはこれね馬群割のアビリティがあるんで、それでねちょっと事故だけ起こさないように気をつけたい。あ、でもこれだったら馬群割出るんじゃないかな。あー怖い怖い怖い、事故だけ気をつけて。馬群割出た。これ出たらね結構勝ちパターンかなと思うんすよね。どうかな。あ、でもポテンシャルの残り方がいい。よしよしよし、いや、いい馬でしたね。2着は依頼してされていたフィールドスパートかな。3番人気でしたけど勝つことができました。日曜日メインレースは如月賞 G3 おテーマの TM リキサーに乗っていきます。1番人気ですね。2番人気タイガーモーションか、まあ、この馬もね思い出はあるんですけど、テイムリキさんはね、去年の朝日杯フューチュリティステークスをプレイして勝ちました。後にね最優秀2歳ボーバーまで取っていましたね。アレババが出た。なんかね、まあ、メンバー恵まれてるっていうのもあるんですけどね、結構ね乗りやすい馬で勝つことができてるんですよね。まあ、タイガーモーションもね 3,4 回乗ってて結構思い入れはあるんですけどね、まあ、やっぱりこの馬の方が能力は1枚上かな。タイガーモーション上がってきましたね。今ね3番手からも先頭を立っている馬なんですけど、 TM リキさん対策かな。ただ手応えが全然違うぞタイガーモーション、まあ、一瞬のキレがあるんで残り 100m までに1馬身以内に近づいておきたいですね。あー、もう手応えが違う。ここは2歳王者ということで楽勝かな。このね右の15番は抵抗してるんですけど、もうポテンシャルのね量が違うということでここは楽勝でしたね。まあ、着差以上に楽勝だったと思います。一番人気で勝つことができました。次走はスプリングステークスかな。それでは2月2週の騎乗馬を見ていきましょう。土曜日の東京4レース春麗ジャンプステークスにはお手馬のロードプリベールに乗っていきます。日曜日のメインレースは京都記念お手馬のノーリーズンに乗っていきます。6レースのアルデバランステークスにはミラクルオペラに依頼されましたね。1レースの3歳未勝利戦にはマッキーマックスに乗っていきます。ということで今週の騎乗馬は4クラです。土曜日4レースは春麗ジャンプステークスお手馬のロードプリベールに乗っていきます。2番人気か。1番人気はマイネルイスターか。ちょっと1枚能力抜けてますね。ではいっていきます。このコースの最内枠は最高。あ、でもちょっとあれかな、落馬怖いな。いやでも絶対内が有利ですねこのコースは。ロードプリベールはね前走ね中山大障害乗る予定だったんですけど、ギルデッドエイジにねちょっと浮気してしまって乗ることができませんでした。この馬はね、去年私に初重賞ね障害の初重賞をもたらしてくれた馬です。アビリティはね差し馬なんですけど四角戦闘しかねないというちょっと寂しい馬なんですよね。さあさあ正面スタンド前にやってきました。ちょっとねこの辺りで外の馬が内にコースを移してくるんで落馬にね巻き込まれないようにしたいですね。まあ、大体、まあ、これ逆回り、1コーナーかな、この辺りから動いていきたいですね。まずまずの位置で、競馬はできてるんですけど、ちょっとね僕東京の障害コースがね無性に苦手なんであんまり自信ないんですよね。あとあれか、1番人気のマイネルイースターが今先頭か。もう分かってるな、いい位置で競馬するわ。あ、怖い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 、ちょっと今の怖すぎた。危なー、鳥肌立った今怖すぎて鳥肌立ちましたよ。
ん、そうよね、あの馬がマイネルイスターかな、先頭立ってる馬が。ポテンシャルはね結構溜まってるんで、あとはちょっとスタミナとの相談かな。ちょっと強いんすよねマイネルイスター、早くバテてくれへんかな、バテてくれへんかな。お、バテたバテた。僕のポテンシャルが尽きる前にかわしておきたい。でないとちょっとかわすの厳しくなるんで。ムチ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 、変わった変わった変わった、ムチ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 。お前誰。マイネルイースターをね意識するあまりレアルボーイに刺されてしまいました。うーん、難しいな競馬って。日曜日に変わりまして、1レースは3歳未勝利戦マッキーマックスに乗っていきます。前回乗って2着だった馬ですね。2番人気か、ビーターローザは強いよ。粉雪ということでね、雪降ってるんですけど、前回マッキーマックスね結構いいね競馬したんですけど、なぜかね2着で負けちゃったんですよね。さすがにちょっとねこのビーターローザさんは強いかな。うまいこと乗っていきたいですね。上がってきましたね。この右にいるね、サンデーレーシングの勝負服がビーターローザさん。でマッキーマックスはね素直さがちょっと悪いんで、ハミレベルが2段階ずつ上がっていきます。5番手だったら直撃出るんかな。あ、まあでもちょっとね2番人気っていうこともあって、このまま上がっていこうか。なんならビーターローザさんはそのままちょっと下がってってください。お疲れ。ちょっとねあの馬が下がってる間にマッキーマックスは上がっていきますよ。あービータローザさん上がっていく。せめてね一瞬のキレあるんでこの距離で立ち回らせてください。これ大外駅やったっけこの馬、ちょっと試してみる価値はある。一瞬のキレからえい。あーなんか失敗したな大失敗、ちょっとふざけすぎたかも。6レースはアルデバランステークスミラクルオペラに乗っていきます。競争能力72とねめちゃめちゃいい馬なんですけど、2番人気あストロングブラッドか、まあまあですね、ミラクルオペラの方がいいと思うんで頑張ります。これはねさすがに過小評価されたと思うんで買っていきたいですね。ストロングブラッドは前に行きました。ちょうど僕のね目の前にいるサンデーレーシングの勝負服の馬がストロングブラッド。ミラクルオペラねいい馬なんで、前回ねあの敵だったんですけど、ジャパンカップダート2着した馬ですね。まあ競争能力72あるんですけど、ハミレベルのゲージは8つか、はいはいはい。まあ、この辺りで上がっていってストロングブラッドのね射程圏内に入っていきたいですね。自由自在が出た、これは想定していなかったぞ。まあレボリューションは無理かな、差し馬やけど。おお手応えがいいストロングブラッドさん、どうだね。ああ意外に抵抗するね。ただ俺の方が優勢だ。さあ先頭立ちましたよ。まあ、このままね、まあ、ポテンシャルの量もだいぶ残っているんで押し切れる公算が高いです。よくやった。これってやっぱり2番人気と思えないぐらいの着差ですよね。いやこの人気はね過小評価されたと思います。あーお手馬か、じゃあ乗っとこうか。これは仁川ステークスとかどうですか。日曜日メインレースは京都記念 G2 ノーリーズンに乗っていきます。1番人気嘘でしょ。相手マグナーテンか、確かにちょっと恵まれた感はありますね。まあ、ちょっとねもう早熟の馬っていうことで引退を考えてたんですけど、前走のねアメリカジョッキークラブカップでまさか勝利できたんで、まあ、延命処置ということで京都記念出てきたんですけどね、まさか1番人気とは思わなかったです。能力的にはねマグナーテンの方が高いんですけど、まあ、距離適正のあれですね問題でノーリーズンが1番人気になったみたいですね。
いや京都記念ってね結構賞金も高くて有力馬が集まるんですけど、だいぶ小粒な京都記念になってしまいましたね。そうね、あと1等分うちで競馬したいんですけど、うん、そうっすね。よしよし、あ、マイネル邪魔、邪魔だよそれは。あ、そうそうそう、よしよし。ちょっとねマグナーテンさんがね悠々と飛ばしているんで、そろそろね差を縮めたいですね。このメンバーだとさすがに直撃は出させてもらえなさそうなので、一瞬のキレだけで戦うしかないかな。まああとはねちょっとね刺さり癖がまたあるんで、あまりね無知を連打できないっていう振りもあります。さあ直線向きましたけど、マグナーテンさんの手応えもいいし、この前のね謎の馬が、一番の白い帽子の謎の馬がなんかいい感じ。一瞬の綺麗どうだ、おー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 おお、よしよし、よくやった。前外から一頭来てた、童話トレジャーっていう牝馬が来てましたね。よしよし、はい、ということで無事勝つことができました。はい、ということで今週もいろいろやってきましたけど、どうだったでしょうか。まずは全のロブロイがねおテーマにできたことが大きかったですね。まあ、これで凱旋門賞挑戦するかもしれないです。まあ、この後はねトライアルシーズンが始まってくるんで、また有力馬に乗れるように頑張っていきたいですね。それではお時間の方が来ましたので、今日はこの辺にしたいと思います。また見てください、ありがとうございました。失礼します。